はい、こんにちは。本日は、勇気づけ子育てコーチの三宅舞さんにお話を伺いたいと思います。三宅さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。早速なんですが、自己紹介とかございますか？もともと小学校の教員をしておりまして、今現在、勇気づけの子育てコーチとして、アドラー心理学の勇気づけというのと、あとは心の仕組みをお伝えしながら、ママの心をサポートして、親子の関係をね、より良くしていくというサポートをさせていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速なんですが、三宅さんの夢やビジョンをお聞かせいただけますでしょうか。世の中には、いろんな子たちが、いろんな大人も含めてですけど、いろんな子たちがね、いると思うんですね。個性豊かな、ユニークな子たちが多いと思うんですけれども、一人一人違って、かけがえのない個性を持った、存在だと思うんですが、その違いというのを尊重し合って、手を取り合って、つながり合っていけるような、そんな社会になったらいいなというふうに、思って、今、活動をしております。おお、その、ビジョンに対して、今じゃあどのような、日々の活動っていうのを、目標計画されてますか？そうですね。やっぱ違いを理解するって自分の心に余裕がないとできなかったりすると思うんですね。で、我が子の子育てとか、やっぱ自分の子育てにおいてすごくね、イライラしてしまって、怒りたくないのに怒っちゃうっていうお母さん、やっぱりすごく多いんですね。で、怒った後に、怒りすぎちゃったって自分を責めてしまうお母さんだったり、あとは自分の子供の様子を見て、私の育て方が良くなかったからなのかなって言って、後悔されたり、すごく、自分の心をね、苦しめてしまうね、お母様がたくさんいらっしゃるんですけれども、そういった、まずママの心を楽にしていただいて、頑張ってるよねっていうことをお伝えしつつ、私、勇気づけというのをお伝えしてるんですが、勇気づけっていうのが、その困難を乗り越える、活力を与えること、ね、困難を克服する活力を与えることっていうふうに、定義してお話しさせてもらってるんですけど、そういった子育ての困難にね、当たった時にも、自分で乗り越えていけるような、そういう見方だったりだとか、普段ね、どういった気持ちで過ごしたらいいのかとか、お子さんにどうやって関わったらいいのかっていうのを、お伝えさせてもらってるんですね。で、ママがそういった自分の心をどうやってメンテナンスしたらいいのかなとか、子供とどう関わったらいいのかっていうのが、こう分かっていると、じゃあ、ね、別のところで困っているお母さんだとか、困っているお子さんがいたときに、声をかけてあげられるかなって、大きい気持ちでね、大丈夫だよって言ってあげられるかなって思えると思ったんですね。なので、まずは目の前で困っているお母さんに、講座っていう形で、こういう考え方ありますよ、こういうやり方ありますよ、どうですかっていうのをお伝えさせてもらってます。ありがとうございます。その、ね、日々の声掛けとかすごく大切だと思うんですが、どのように日々の、け、あの活動シーンを持って基本活動とされているんですか、日々の活動と。もう少し具体的に言うと、はい。もう少し具体的に言うと。はい。そうですね。私の、ブログとかを読んでくださって、こういうふうに関わるといいんだなっていうのを、分かってくださって、で、でもっとやっぱ文章だけだとわからないので、どうしたらいいんだろう。自分の場合はどうしたらいいんだろうかって、やっぱ人それぞれケースは違ったりするし、こんな場合はこんなお声掛けですよとか、こんな場合はこんな風にしてママの心をね、メンテナンスするといいですよっていうことを書かせてもらってるんですけれども、人それぞれ悩んでることだったりだとか、あとはそうですね、お子さんにどんなことで困ってるかってやっぱ違うので、来ていただくことでその方に合った、対応方法だったりだとか、のご提案させてもらってます。ありがとうございます。すごいですね。その一人一人によっての対応
っていうのをされてるっていうところで、まあ、でももともとその三宅さんもきっとその感度が良かったっていうか、そういう子どもの、そのシグナルに気づくっていうことってなかったと思うんですけれど、それを気づくきっかけって何だったんですか？もともとは小学校の教員をやっていたときに、まあ、学級担任してたときにお友達のトラブルが、まあ、多い子たちとか、うん、授業に参加しづらいお子さんとかやっぱいらっしゃったんですね。で、その中でやっぱ友達とこう仲良く関われないと、お母さんのなんかこうしつけが良くないんじゃないかとか、先生が厳しくないから、ダメなんじゃないかとか、なんかそういう風なね、まあ、その大人の関わり方っていうのと、あとは、子供自身がね、もうダメなんじゃないみたいな感じの、まあ、厳しい目で見る方が、お母さんとかもやっぱいら、中にはいらっしゃったんですよね。で、私が思ってるのは、なんかそういうね、まあ一見大人からすると困ったように見えるお子さんたちって、実はお子さん自身がすごく困っているんですよね。どうしたらいいかわからなくって。本当はもっと良くなりたいんだけれども、自分が困ってる。で、その困ってるっていうこともまあ伝えられなくて、その困った行動することによって大人とかに訴えかけてるわけですよね。でもそれをこう理解することができなくって、この子たちをどうにかしないとまずいよねっていう、そういう気持ちで接していたんですね。なので、そうじゃないんだなってことに、まあ、後から気づいたんですね。で、自分の子育てでも、やっぱその学校の先生やってた時のその失敗と、お母さんたちの目がすごく厳しいっていうのも知っていたのもあって、そして私自身が怒られる経験をしてこなかった。すごくいい子だったんですね。しっかりしてて、お友達とも仲良くできて。っていうのもあって、その怒られる子たち、困ったことをする子たちの、まあ、気持ちっていうのがやっぱ理解できなかったんですよね。で、だから、すごくどうにかしなきゃって厳しくなったり、こうしつけとかも、厳しくなったり、こう、口うるさく、細かいことをつついて言うようになってしまったり、それこそ、本当イライラしすぎて、子供に八つ当たりだとか、もう、ひどい言葉を浴びせてしまったりだとか、あとは、子供にぶつけられない分、それこそ、もうクッションをね、殴ってしまったりだとか、あとね、自分の体を殴ることで、こう気持ちの感情の高まりをね、抑えたりだとか、で、こういう苦しい状況があったんですね。だけれども、その苦しいのを抜け出すときに出会ったのがアドラー心理学の勇気づけというのだったんですね。で、ここに出会ったことで、そのお母さんたちにどういう心のサポートが必要か、お子さんたちにどんなサポートが必要かっていうのがすごくよく分かったので、これはぜひとも伝えたいと思って、その今のね、違いを尊重し合う、ね、手を取り合える社会になったらいいなっていうところに行き着いたんですね。すごい、あれですよね、お母さんの中でもそういう三宅さんのようなケースってすごい多いなと思うんですよね、その葛藤。自分は大丈夫だったけれど、子供のがちょっと違うのでっていう、そういうことだったんですけど、その違いを、そのように、アドラー心理学の方によって、その変わっていったっていうことだったんですけど、その三宅さん自体は、何ですか、お子さんの時は、怒られたりする子じゃなかったって子だったんでお伺いしたんですけれど、どのよう、その時じゃあ全然、気持ち的にもなかったっていうことですか？なんか自分の気持ちを伝えるとか、そういったことはあまり伝えてなかったじゃなくて、そういう気持ちがなかったってことなんですか？質問も大丈夫ですか？怒られた自分の気持ち、はい、そうです、そうです。どの気持ちですか？怒られなかったけれど、我慢してたとかではなくて、全然怒る気持ちもなかったってことなんですか？そうですね。なんかこう人に対して不満を抱いたりだとか、なんか嫌な気持ちになったりするってことがあんまりなかったので、なんか喧嘩してるお友達とかがいると、なんで喧嘩するんだろうみたいな感覚だったんですね。
まあ、自分が一人っ子だったっていうのもあって、そのなんかこう、争いごとっていうのを経験してない、家の中で経験してないっていうのもあるんですけど、不思議でしょうがなかったのと、なんかこう、ちょっとね、学校とか、まあそんな怒られたことなくて、先生もちょっと注意くらいで言うこととか、あと人が怒られてるのを見たりとかして、そういうのを見て嫌だなとか、怖いなみたいな気持ちにはなったことがあります。あとは、自分の親に対しても、まあそんな怒られることはなかったけれども、まあ、思春期とか入って多少の、まあ、反抗心みたいな、もちろん芽生えました。で、反抗させてもらったところもね、あったかなと思うんですけど、まあ、それほどすごいものじゃなかったので、そこにこう、親が反応して、すごく逆ギレされちゃうとか、そういう経験もなかったので、不思議で仕方がなかったんですね。私の場合は反抗され、その反抗の子供の反抗のされ方がすごかったので、なんでそんなに親に言えるんだろうとか、なんでそんな反抗して素直に聞こうみたいな気持ちにならないんだろうって思って、不思議で仕方がなくって、その反抗をもう抑えつけることをすごく考えてたんですね。こんな反抗させちゃいけないみたいに思っていて、なんかこう、親に対してそんな舐めた態度取るんじゃないみたいな。だから、こう、ね、反抗させないようにと思って、こう、抑えつけてるっていうことがありましたね。その気持ちにもどうやって気がつかれたんですか？抑えつけてるなって。抑えつけてる。あ、それは、なんか自分が抑えつけてるんだなってことに気がつけたのが、そのアドラー心理学の勇気づけの出会いだったんですね。で、その、ある時って SNS でちょっと、アドラー心理学の勇気づけの記事を見た時に、反抗的な子供はいないっていう記事を見て、まあ衝撃を受けたんですね。あ、衝撃ですね。反抗を引き出す大人がいるって。で、そこでやっぱ私が子供を抑えつけてたから、そりゃ反抗するよねってことに、はっと気がつかされたんですね。で、そこで一番、その学級担任時代に私に足りなかったことと、その我が子の子育てにおいて足りなかったことっていうのが、その子供を上からこう押さえつけることをしていて、まあ、大人が上で子供が下、先生が上で生徒が下みたいな、そういう関係性で子供と接してたなってことに気がつかされたんですね。で、アドラー心理学の勇気づけではそうじゃなくって、横の関係、横の関係で同じ対等な関係、一人の人として尊敬、信頼して接する、そういう態度が大事なんだよっていうことをね、知って、ああ、私に足りなかったのは、その尊敬、子供を尊敬、信頼して、対等な立場で、対等な関係で関わるっていうことがもう著しく欠けてたら、この子どうにかしなきゃいけないっていう、すごい上から目線だったんだなっていうことに気がつかされて、もうそこから勇気づけっていうのをすごい学びたいっていう気持ちになったっていうのがすごくあります。それはすごい出会いだったんですね。ありがとうございます。じゃあ、本当にその、じゃあ、日々、その勇気づけっていうところの出会いに対して、じゃあ、一番伝えたい思いって何ですか？なんかこう勇気づけっていうのをこう発信して、やっぱ子どものね気持ちになってとか、横の関係っていうふうに言うと対等な目線になるので、なんかとっても優しい声かけをしたりだとか、こう優しく接するっていうイメージがあるんですけど、まあ、そうではなくって、勇気づけって困難をこう乗り越える、困難を克服する活力を与えることなので、不用意にまあ手を出したりだとか、先回りして口出ししたりとかしないんですよね。なので、そこでこう必要な声かけだったり、必要な、まあ、姿勢、態度で接することによって、まあ、その子自身が乗り越えていく力を与えていくっていうような関わりになってくるんですね。でも、それするには、お母さんが勇気づけられてないと、やっぱお子さんにそういう関わり方っていうのができない。で、なので、まずママの心を大切にすることを
すごくお伝えしていきたいなと思って、もっと自分を大切にしていいですよっていうことをね、皆さんにね、お伝えしているんですね。なので、まあ、怒っちゃうのもお母さんの愛だし、心配しちゃうのもお母さんの愛。だけど、まあ、お子さんには、そのね、あなたが心配だから怒ってんのよ。あなたのためを思ってるのでしょって言っても伝わりにくいんですよね。でも、勇気づけっていう、まあ、方法をね、使っていくと、それがね、届きやすくなるんですね。なので、勇気づけをね、もう本当たくさんの方に知ってほしいな、もら思って活動していますし、まあね、勇気づけを知らなくてもまずは自分のお母さんの心をね大事にして、過ごしていただけたらいいなっていうふうに思っています。で、そうやって自分の心が満たされてお子さんの関係が良くなっていくと、他のねよそのお子さんのこととかも、それから他の社会にねたくさんのお子さんのこととか、近くの近所のお子さんでもいいんだけれども、勇気づけをすることができるようになっていくんですね。分け与えるというか、なんて言うんでしょうね。まあ、自分が満たされていると人に優しくなれるっていうことですよね。なので、できないところとか、ダメなところをね、こう、つついたりだとか、ね、なんかこう排除するような考え方ではなくて、社会全体が、あなたはこういういいところがあるよねっていう見方に、きっとなっていけると思うんですね。だから本当みんなに勇気づけをね知ってもらいたいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、本当にこの動画を見ている方もちょうど子育て世代の方とかも多いと思うので、最後に一言じゃあメッセージいただけたら、一言今のメッセージ大丈夫ですか、それとも一言いただけたらと思ってます。はい、すいません。はい、ね、ママってやっぱりお子さんの人生もすごく考えて、やっぱ幸せになってほしいっていうふうに思ってると思うんですよね。で、幸せって人それぞれだけれども、でもやっぱ最初にママが幸せになること、それが大事だと思っていて、ママが幸せじゃないと、きっと幸せじゃないママの元にいるお子さんが幸せって感じられるかなって思うと、ちょっとハテナマークがきっと出てくると思うんですね。なんかお子さんを幸せにすることももちろん大事なんだけれども、お子さんを幸せにする前にママ自身が幸せになっていけるように、本当に自分に愛をね送っていただきたいなと思っています。いつも自分に頑張ってる、ね、ご自身に花束を送ってくださいねっていうこともね、ブログとかメルマガとかで書かせていただいているので、まずお子さんやるご自身の心をね大事にしていただけたらなというふうに本当に思います。ありがとうございます。本当に多くの方が勇気づけられるといいなって本当に思いました。ありがとうございました。今日は、はい、貴重なお話ありがとうございました。